今回はマサオくん、クレヨンしんちゃん商業化コンテンツでなぜか一人だけハブられることが判明に対するネットの反応集をご紹介します。それではどうぞ。どうすんのこれ、かわいそう。多分シークレットなんだよ。呼んでこいよ。園長先生が登って、サングラスかけると変わるんじゃなかったっけ。なんかキモいし。ニザから1は組長のとこにいたんだよ。いないぞ。ニサエもおらんやんけ。ウサギイカの扱いかよ。これヒロシの欲しかったな。哀愁あっていい味出してるじゃん。園長先生欲しい。いなくても成り立つし。待ちぼうけだからマサオくん待ってるんだろ。なんで園長先生やねん。対象年齢15歳以上って。組長ですら OK なのに。マサオくんハブられて代わりに入ってくるのが組長先生なのはロタ。マサオがハブられてなんで組長先生が入ってんだよ。つまりみんなでマサオくんを待ってるということ。いやこれ元ネタあるからマサオくんいたら設定崩壊する。にわかかよ。しんちゃんに家忘れられる程度の存在不安。裏切りおにぎりやん。組長は今は普通に園長なのか。マサオは先に行ったと伝えてくれ。双子と会えないところにな。300円もすんのかよ。この闇、深い。組長先生欲しい。まあ売れなそうだよな。編成わかってないな。なんで組長いるんだよ。クレヨンしんちゃんのガチャガチャ、マサオくんがリストラされ園長先生が投入される。本当の待ちぼうけはマサオなんだ。マジで商業的な判断でハブられててクソワロタ。確かに体育座りの組長先生はちょっとインパクトあるわな。3000円入れたら11連になる。さすがにこのメンツだとマサオくん欲しいだろ。これ心優しく気弱な弱者男性なんて存在価値ないって言われてるのに等しいよな。坊主頭を立体化するのが難しいんじゃない。泣いてるマサオ欲しい。バンダイもキタンクラブやパンダの穴みたいなことやってるのな。おにぎりは必要ねんだわ。ヤクザに代われ言われたならしゃあない。マサオ抜いて組長入れるんかい。マルコの山田みたいなポジションだからな。昔はこの手のガチャガチャなんて20円くらいでやれたのにな。300円は高いわ。経済成長してるんだから物価上がってるのは当然じゃね。いつは国が経済成長したんだよ。20円とか金消し時代やろ。胸くそおにぎりだから。裏切り者だし。いじめられキャラは今の時代にそぐわないからな。裏切りおにぎりは許されてないんだ。おもちゃ屋なんだけどアンパンマンもカレーパンマンだけいつもいなくてもやる。青いドキンちゃんとか新キャラはいるのに。最近の若いもんはガチャガチャに300円も出すのか。わしの若い頃は100円やったぞい。組長ええな。そらあマサオより組長先生のが良いよな。秋葉原とかでも山ほど並んでるガチャガチャって利益になるんかあれ。物によるだろ。ガチ勢一人いるだけで客単価がすごい。あとは結局排出率が違うから転売ヤーの影だぞ。卑猥な形してるからな。風間くんねねちゃんのけて吉永先生や松坂先生も入れようぜ。でも実際マサオより組長の方が欲しいだろ。カレーパンマンも人気がないからグッズ少ないらしい。他のキャラ食パンに比べると売り上げ低いんだとさ。カレーパンマンいつも生きり散らしてるのに恥ずいよな。唯一の美味しいパンなのに生きってさえいなければ。カレーパンマンは技が汚いからな。口から茶色の液体吐くってさ。子供の時カレーパンマンクソ嫌いだったからわかる。なんでだろうな。見た目とカレーが嫌いだったから。大人になってからカレーパンマン見たらオラオラ系の俺様で惚れた。子供に人気ないのはわかる。カレーパンマンもよくハブられる。マサオくんはね、遠いところへ行っちゃったんだよ。マサオ不人気なのはわかるよ。これいいな欲しい。春日部防衛隊に存在しなかった男。この全員の切れ顔見たらマサオが遅刻してるとしか思えん。マサオくんみたいなのは日本社会に必要ないってことだろう。ルッキズムの犠牲者。これに比べりゃはるかにマシやろ。これひでえな。こんなにぼったくりしてたのか。世代だから胸が痛くなるわ。ピッコロが全然似てない。うわー、これ子供の頃に欲しかったやつこんなに高額だったとは。このどうしようもない欲求を解消するために大人になってからサメのぬいぐるみ布団買った。
あえてハブることでツイターでのバズり狙ったんだろうな。実際大成功。ニヤついてるしんのすけを立体化してみろよ。待ちぼうけさんに入るという情報が。300円って正気かよ。ソシャゲのガチャに比べれば確実に手に入るだけマシやろ。マサオくんって人気ないのか。そんなことより対象年齢15歳以上が気になる。キャストオフできるんか。これ新キャンや延長なら単体でも見栄えいいけど他の連中になるともう何個か欲しくなるな。延長先生好き。むしろしんのすけ外してマサオくん入れた方が待ちぼうけてる感じになるやん。マサオがシークレットなのか。